おはようございます。町長の太田です。今月は介護保険料の改定、空き家・空き地バンクの活用、4月1日付の人事異動及び今月の観光イベントについてお知らせします。最初に介護保険料の改定についてお知らせします。町では平成30年度から平成32年度までの第7期介護保険事業計画を策定し、3年間の介護サービスの必要量、介護給付費等を推計しました。この結果、必要とされるサービスを提供するため、平成30年度からの保険料を月額6200円から6850円に改定させていただくことにしました。介護サービスを必要とする方が安心して利用できるように、介護保険財政の安定的な運営に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。次に空き家・空き地バンクについてお知らせします。町では森町への移住や定住を促進するため、昨年度空き家・空き地バンクを開設しました。この制度は町内にある空き家や空き地の物件情報を町が提供する仕組みです。町内に空いている住宅や宅地として活用できる土地をお持ちの方は、ぜひ空き家・空き地バンクに登録してください。次に4月1日付の人事異動についてお知らせします。副町長の鈴木俊和氏が平成30年3月31日付をもちまして退任しました。鈴木俊和氏には7年6ヶ月にわたり副町長として町政の発展に貢献していただきました。後任として3月議会で同意をいただき、村松博史氏が平成30年4月1日付で就任しました。前任者同様よろしくお願いいたします。役場職員につきましては、3月末での4名の退職者に対し7名を新規採用しました。職員の移動は適材適所を配置の基本として、スムーズな業務運営を図りながら将来の発展を見据えた人事配置としました。特に第9次森町総合計画及び男女共同参画計画推進のため、女性の一層の活躍を期待して積極的に管理職や係長、主任主査に登用しました。また森町消防団では今村団長をはじめ51名が満期退団されました。長年にわたるご功績に感謝申し上げます。そして本日57名の新入団者を迎えて入隊団式を挙行し、山本正光新団長のもと新たな体制で森町消防団がスタートいたします。最後に今月の観光イベントについてお知らせします。7日8日に雨宮神社、14日15日には奥国神社で、国の重要無形民族文化財として指定を受けている十二段舞楽が奉納されます。遠州の小京都森町が誇る伝統芸能を間近で鑑賞してはいかがでしょうか。また7日8日には第26回遠州森町発町並みと蔵展が、蓮華寿と森の町をテーマに本町、中横町、新町を中心に行われます。町中のにぎわいをお楽しみください。21日、22日にはゆるゆる遠州ガイドライド2018が行われます。全国からサイクリストが集まり、春の森町を自転車で巡ります。皆さんでおもてなしください。